年取って通用するテニスとはい。そうでないテニスがやっぱりあると思うんですけども、ボルグなんかはどうでしょうね、ラケットを軽いのに変えて振り切っても、まあ、グランドストロークっていうのは持つはずですけどね。はい。今のナダルとかはい。ナルバンディアンだとか、ああいうトップスピナーが45歳過ぎたらどういうテニスに変えていくんだろう、もっとラケットは変わっていくんだろうか、あるいはテニスを変えなきゃいけないんだろうかという、まだ未知の部分がそこにはありますね。ローズウォールなんかが一番ベテランでも通用しそうなテニスだったんですけどね。綺麗なテニスでしたそうですね。ね。第1セット第4ゲームに入っています。リターンダッシュ。フォアボレーを落としました。これ面だけですか？そうですね。あと足ですよね。面と足。スイングはほとんどありませんですね。ね。ずいぶんしかし太もものテーピングというかサポーターが気になります目立ちますね。なんでも練習中にちょっと軽い肉離れを起こしたという情報はあったんですが。あそこまで巻くっていうのはね、相当のもんですね。逆に心理戦ってあるんですか？ちょっと悪いんだよみたいなことを相手に思わせたりとか。どうでしょうね。まあ、マッケンローっていうのは割にそういうテーピングだとかやりましたよね。ボルグなんかあまりやってませんよね。そうで見たしこたとなね。いですよね。この辺はちょっと癖であんのかもしれませんけどね。見事なネットプレーです。これはいいボールですね。一つ待ってから出ていった感そうじでもあすりましたね。ね。待ってからでしたはね、い。今のは。今度はボルグネットへ入りました。ボルグもネットに出てきますね。そうですね。ちょっとぎこちないですけど、レンドルのボレーとちょっと似てますけど。やっぱり、どうですかね、マッケンローのボレーってのはシャープですよね。このアズはダイナミックなボレーですよね。それぞれが違いますから違いますね。ね。さあ、第1セット2オールになりました。第5ゲームです。何か今のローボレーにしてもはい、マッケンローがやってると優しく見えるん優ですけど、しそうですね。難しいですよね、今のボレーなんそれとあんまりハーフボレーってのやらないですよね。やっぱりて。足の運びが良くてバウンドすると思ったらまださらに足が運べるんでしょうね、前に。ですからハーフボレーにならない。得意のバックボレーです。まあ、よく昔からそのテニスではなくてアシニスという言いはい方をよくはい、しましたそうね。ですね。足がいかに大事か、はい。60過ぎるとすぐ分かります。 ドキ。ダブルフォルトです。この試合3つ目です、マッケンロー。まあ、ある程度こういうタイプはダブルフォルトが出るというのは、まあ、やむを得ない部分もあるんでしょうか。全然気にしないんじゃないですかね。サーブを入れとくだけの人がダブったら大変なショックですけども、やっぱりセカンドサーブでも勝負していこうという人は一
本2本ダブっても杉山愛ちゃんなんて2本までは大丈夫っていう感じでやってます。はいはい、おや、ここは下がりました。マッケンロー何か言いたそうでしたけどね。ストレート入りました。ちょっとボレーも浮きましたか。ちょっと甘かったですね、はい、主審のマイク・ラグさんです。サティオール、これは速いスイングでした。やはり渡辺さんおっしゃったようにそのボール行くまでが速いですね。ボールも速いですね。今度はさらに上がりっぱなを叩いてきましたから、ね、はい、その前のパスはちょっとボールを落としてからのパスだったんですけど、うん、あれをそれをストレート打っといて置いて今度は上がりっぱなのタイミングの速いものでクロス、二度と二本と同じところへは打たないという計算ができてますね。30-40、またブレークポイントになりました。第1セット第5ゲームです。ハーフボレークロス、鋭いショットでした。ボルグ第5ゲーム最初のブレークです。マッケンロー落としました。ここでボルグ 3-2 と1アップです。今のゲームどうご覧になりました。やっぱりパスの勝ったゲームでしたね。あ、パスが上回った。そうですね。やっぱり1本パスが通ると、はい、次の今度は狙いがボレーが甘いと迷いが出て、うん、マッケンローもなかなか動けなくなったんでしょうね。あ、なるほどね。それでやっぱりハーフボレーしましたよね今、はいはい、珍しく、ああいうのはやっぱりちょっと迷って出ていくために思い切って前へ行けなかったんじゃないかな。ははだから一本パスが通り始めるとちょっと厄介ですね。あ、なるほど ね、そのあたりが今後この第6ゲーム以降の見どころになるかと思いますね。しかしこのニューヨークマディソンスクエアガーデン、はい、この日およそ2万人という大観衆ですね。この試合を見に来たですね。他にもいっぱいマッチはあるんでしょうけど、はいはい、この試合だけに見に来たという。これはテニスプレーヤーではないでしょう、か。あれ、ピーター・フレミングか。あ、ダブルス組んで出てますね。出てますよね。あった、アプローチショットネットです。菅渡辺さん、マッケンロー、まあ、シングルスだけで通算77勝を挙げたんですけれども、そうですね、ダブルスも77勝なんですよ ね、 そうですね。両方出てたんですもんね。こういう人は他にいませんね今もう、はい、特にもうシングルスとダブルスとか分けられて分業っていうかね、はい、そういうところを狙って、ね、反復出てやるっていうのは大変なエネルギーがいりますよね、はい、でもこのテニスだったらまだできるのかもしれませんね。と言いますと省力ですよね。ああ、なるほど。そんなにワンショットワンショットにフルスイングをしてエネルギーを使ってるわけじゃないですから、はい、こういうタッチのテニスですとダブルスもできたんでしょうね。ダブルスの賞金だけでもものすごく高いでしょうね、はい、フレミングと組んだのが57章かなんかで、はいはい、ピーター・フレミングとのコンビが一番長いんですよね。ボルグがダブルフォルトですね。そうですね、サーティオールになりました。ボルグはあんまりダブルフォルトしない選手ですよね、はい、好きなんですね、あのサーブのフォームが柔らかくてテイクバックスーッと引いてフォアボレーです。
さあマッケンローすぐ返せるかどうか。第5ゲームでマッケンロー落としました。第6ゲーム30-40。打ってきましたマッケンロー。今度はスライス。ああ惜しいアウトです。もう悔しがりました。いい打ち合いですね。そうですね、いいですね。これが見たいですよね、はい、マッケンロー出るチャンスなかったですか。どうでしょう、今のはちょっとなかったでような感じがしましたけどね。でも本当はブレイクポイントっていうのはマッケンローは先にネットで取りたいですね。ですよね、デュースになっています。んっとこのスライスは伸びすぎました。しかしマッケンローもトーンと打ってきたり、シロシロっとこうスライスが来たり。そうですよね、アドバンテージボルグ、深いボールです。んっと惜しい、テープに当たって手前でした。ブレークポイントがありましたが、第6ゲーム